152cm、52.9kg、73.5kg級トーナメント優勝、ミズキ。 小学校4年生から始めたんですけど、それは最初弟がやり始めて、それで見学してたので、私はそれで見学して私もやりたいなと思ったのがきっかけです。もう小学校6年ぐらいにはもうやってました。 初戦で村田恵美さんっていう AACC の方と当たったんですけど、その時にもうすぐ三角を取られて、あ、これ負けるなと思ったんですけど、そこから抜け出せて勝った時がすごい、私の中でジェイルス総合が初戦だったので、すごいその時は勝てたことはすごい嬉しくて、なんか自分が波に乗ったって感じになって、それでジェイルス マイナス56キロで優勝した時はすごい嬉しかった思い。島田選手に負けてからまだ勝ってるっておっしゃったんですけど、もう。 相手の方が韓国人になったりとかで、ジェールス初参戦だったりとかの人ばっかりだったので、自分的には勝ったって言っても、あんまり喜びが感じられない試合が多くて、でもその中でもやっぱり私はパンチがうまいって言われてるんですけど、 自分が出るとは思ってなかったので、正直。もらった時はとても嬉しかった。やっぱパンチの強い、結構気持ちが強い選手だと思うので、自分も気持ちで負けないように試合をしたいなと思ってます。ジュエルスで、今最近ここ最近は日本人と試合やってないんですけど、たまになんか相手がいないとかって言って韓国人とか、いろんな人となったりするので、 やっぱりアメリカで試合で経験して強くなるしかないのかなって思ってます。多分皆さん思ってるの、多分18歳でまだ若いと思ってるね。多分 すぐやられるんじゃないかとか多分思われてるかもしれないので、今回ベック・ハヤット選手なんですけど、やっぱりパンチで来たら自分もパンチでなんかやってやるぞっていう強い気迫を見せれるようないい試合をして、やっぱ勝って、あ、瑞稀ってすごいんだっていう思われる試合をして